はい、聖一年です。今回はですね、ゆいゆい国神っていうね、沖縄最北端の道の駅を紹介していきましょうね。今のね、銅像っていうのがヤンバルクイナです。ここはね、国神村になるんですけれども、ヤンバルクイナがね、生息していることで有名な地域ですね。で、名護よりも上で、美ら海水族館よりも上ということでね、那覇空港から3時間ぐらいかかるところです。まあ、沖縄旅行にね、来る方だと分かると思うんですけど、レンタカー借りてますよね、沖縄って、電車がないので。そうするとね、やっぱ中継地点ってこの辺りになるともうないんですよ。だから、例えば奥間リゾートとかね、あと肘大滝とか、辺戸岬とか、やんばるの国立公園とかね、そういうところに行くときっていうのは、必ずね、ここ、立ち寄るポイントになると思うので、ここにしか売られてないお土産とかね、あとは最後に名物のかまぼこ食べますので、ぜひ参考にしてほしいなと思います。こちらのね、施設マップなんですけれども、まあ、今入ってきたところっていうのが01番ですね、真ん中あたり。で、次にね、ブルーのところ、右側のところ見て、最後にね、04番、左側のところ、かまぼこね、見に行きましょうね。はい、で、ここね、最初にもあったんですけれども、この国神村っていうところはね、ヤンバルの森の中にあって、やっぱり、ね、一番ね、有名なところっていうのは、このヤンバルの森にしか生息しない、ヤンバルクイナです。うん。で、そのグッズがいっぱい売られています。で、その他にもね、この、琉球松ですね、ヤンバルのこの国神で採れる琉球松を使った三線が売られていたりとか、あと木のね、まあ、陶器だったりとか、あと、まあ、スプーンとかね、今見えてますけれども、そういったものも売られてます。まあ、ここのね、道の駅っていうのはやっぱりね、ここにしかないもの、国神にしかないものっていうのをね、メインで取り扱ってますんで、まあ、この琉球松も全部ね、国神村内で採られているものっていうのを置いてます。で、こういう風にね、もう木をね、全部購入できますので、すぐに使えるよって書かれてるんですけど、こういうものもね、買って持って帰ることができるということですね。はい、こういう風にね、ヤンバルクイナのグッズっていうのが、まあ、いっぱい売られています。ヤンバルクイナグッズだけじゃないんですけどね、一応まあ、ヤンバルクイナがメインで売られてますね。あとね、食材だと、まあ、海ぶどうとかね、北部の方だと、まあ、国神もね、一応漁協があるんでね、有名ですけど、まあ、シークワーサーとかも、あります。こういった風にね、詰め放題とか、まあ、こういう、まあ、海産物だったりとか、あと、果物、野菜とかね、売られてますね。で、ここはね、ヤンバルの森コーナーってことで、まあ、基本的なヤンバルの森にね、生息している、まあ、生き物とかをね、グッズ化してるものなんですけど、まあ、やっぱりヤンバルクイナメインなのでね、こういう風に T シャツがあったりとかしてます。これ上等ですよね。うん、かっこいいなぁと思う。ヤンバルクイナって書かれてるね、T シャツ。まあ、こういうのもね、着てね、遊びに行くってのはいいかなと思います。で、もう一つがね、クッキーですね。この足跡、これもヤンバルクイナの足跡ですけどね。はい。こういうクッキーがあるんですが、その隣にね、国神ドーナツっていうのが売られてます。これがね、一番ね、人気ということでね、ネットでも話題になってました。地元のね、ものを使って作ってるんですけど、国神以外ではね、作れないような形になっていて、まあ、このドーナツっていうのがね、ここに入荷すると結構売り切れるっていうことでね、いろんなところにも取り上げられてますね。はい。国神ドーナツです。ぜひね、名物なんでね、これもね、おやつで食べたりとか、あとまあ、お土産、まあ、ちょっとね、賞味期限あると思うんですけど、まあ、お土産とかね、そういったもので、買ってみてはいかがかなと思います。できるんですね。外に出るとパーラーというところがあります。ですね。はい、ここはね、外にあるパーラーですね。まあ、いろんなね、沖縄食材の肉使ったバーガーがありますけれども、まあ、ヒージャーバーガーとかね、これが一番目引きますね。ヒージャーっていうのは、ヤギです、ヤギ。
沖縄の人たちはね、あの焼きいっぱい食べるんですよね。あのヒージャー汁とかヒージャーの刺身とかね、まあ、あの食べたことある人は分かると思うんですけど、だいぶね癖が強いです。あの獣臭がしてね、なのでね、あのこういうバーガーねしてみたらどんなかなって食べてみたいんですけど、あのあんまりバーガーにしてるところないんで、ぜひ試してほしいなと思います。はい、これね反対側のねお土産店と違って、ここはねフードコートみたいになってます。そこでねちょっとね中見てみたいなと思うんですけど、大体ね5、6軒、7軒ぐらいかな入ってるんですよね。ここのねかまぼこが有名みたいです。間違えました。さっきのねところじゃなくて反対側のところにかまぼこ屋はありましたね。なんでちょっとそこ行きましょうね。今ね、まあ、ここにも逆側にはね食堂とかがあるんですよ。そうですね、うん、美味しそうな猪木ってのがね国が見れば有名ですね。この猪木って何なんですか、これなんですけど、ちょっとねわーわー、おかまぼこね、これ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 、ここねが有名なんで、ちょっと食べに行きました。コロナでアイテムとかも味ないよね。すいません、卵と、はい、ご飯、卵もピリ辛しか残ってない。あ、大丈夫ですよ、はい、とごぼう、あ、ごめんなさい、ご飯のやつ、卵とご飯、はい、340円ですね。外がすごいもちもちだな。
うん、うまっ。卵がすごい、うん、あ、これすごいわ、おいしい、うん、そしてすごいボリュームだな、うん、いや、ほんとね、かまぼこも熱くてもちもちです、死にうまいよ、これ、うん、ピリ辛の卵です。何もあったような感じ。薄いな。あー。ちょっと待って。しかも中にまたあるんだな、これ。おー、よっしゃ。うまそう。すごいな。これはすごいっすよ。見てこれ。ピリ辛だね、ピリ辛。よし、ちょっと食べてみますかね。うん、ピリ辛。うん。あ、ほんと、ちょっとピリ辛だね。あ、でも全然美味しい。うん。ちょっと確かにピリ辛だけど、うん、全然美味しいです。全然いける、全然いける。やっぱね、こっちの方はご飯の方はね、結構もう辛みは全然ないんでね、あれですけど、よかった、逆にこれで、うん、かまぼこもっちもちで美味しい、甘い、うん、すごい美味しい、ピリ辛は結構確かに辛いから、子供とかはちょっとあるかもしれないですけどね。ほら、マジかまぼこだけど、マジでちょっとボリュームがありすぎてる、うん、いや、ここのおすすめはマジでデジ美味しい、うん、魚屋がやってるかまぼこ屋なんでね、やっぱ美味しいっすね、マジで、厚みがすごいんですよ。で、このね卵とだとね、余計ボリュームも出てすごい美味しいっすね、うん、ね、ご飯はね、あの沖縄の稲荷みたいなね、中はね、稲荷のご飯みたいな、酢飯みたいな感じになってて、すごい美味しいですよ、これ、うん、ほんと、うん、なんかポーク卵おにぎりの次はかまぼこ飯みたいな、かまぼこご飯にありそうなぐらいうまいですね、これありがとうございます。ごちそうさまでした。
で君あのね前ねインスタライブをした時にねあの国神来たならね丸太っていうね酒あこれだ買った方がいいよってことだったんですけど丸太ねおちょっと買いに来ましたちょっと一生はちょっとあれだなああれねこれだなこれだなこれね丸太っていう酒国神来たらこれがいいみたいなんだよねあ、一応これもあれだな。これが丸太。ヤンバル酒造なんだね。あ、あれだな。はいはいはい。ヤンバル酒造の酒なんですね。丸太。古酒か。30度。20度もあるんですね。20度、30度。じゃあこれにしようかな。これにしようかな。これね、丸太。こうです。これはね、あのインスタライブで毎週金曜日ね、あのお酒を泡盛のね配信してるんで、それでちょっと飲みたいと思いますけどね。30度ですね。でもコシだからいいね。美味しそうだな。